守備の際には4-4-2でセットしてますね。そうですね、こういう形で今入れ替われるとちょっときついですよね、はい、大谷シュート、いきなり先制は金沢。開始大石からのパスでしたね。そうですね、あそこにあのプレッシャーがかかってなくて、その後形にフリーで抜けましたよね。ただまあ大谷選手もこれも最初からもうこの角度ないところから狙ってますよね、はい、構えたところの2列目の空間の空洞化っていうのを一番避けたいですよね、だそこを使うベルディ、そこを使うのが上手なベルディでもありますからね。あ、いいボタン抜ける、上城、上城さんとき天井、見事な右足、岡山勝ち越し。もうそこしかなかったですね、まあ、このパウリーニョのパスに決まりみたいなところありますけど、ゴールから少し離れてるんで難しいと思いますけど、佐藤を狙ったボールでしょうか。そこは通りません。しかし前から激しくいきます、永田が前から行く、そこを剥がして右サイドに送って縦パス、つながりました。山田裕樹が自らボールを持つ、右サイド上がってる選手、自分で狙っていった、山田裕樹のゴールが決まるというのができましたね、まあ、非常にこう2人の、ね、連携の中で、非常に生まれたゴールだと思いますね、はい、山田のシュートもいいシュートでしたよね、左足ですよね、振り抜きましたよね、ニアサイドね、はい、まあ、村松がこの山田裕樹を、カノ仕掛ける、カノクロス、山本陸と当たったボール、石毛浮かせて、石毛のボレーだー、見事なかわしから。すごくシンプルなゴールに見えるんですけども、ボールをもらう場所、セカンドボールを拾うタイミング、シュート技術見事でしたね、外し方、まあ、まあ、チャンスこそ作られていますが、相模原ここまで粘り強くよく守ってますよね、はい、そうですね、非常に集中力もありますし、さあ宮吉から宇高と宇高、一瞬の隙を突きました。チャンス視野で今見たと思うんですけども、ゴールキーパーがいないということをしっかりと確認しながら、まあ、ゴールに流し込んだシュートでしたけどもね、まあ、相手の、まあ、隙をついたね、まあ、非常に、頭のいいプレーと言っていいでしょうね。竹重心配ですけどもね、この前の群馬ホームの時に大前の見事なコントロールからアシストしましたよね、うん、そうですね、うん、スーパーのトラップでしたからね、あのゴールキックからのボール、はい、スッと止めていました。お、青木を狙う、青木が来た、青木が来た、開始3分戦相手の前に入って相手を抑えた後、この左足の最初のタッチですね、キーパーをかわすこのタッチ、すごく絶妙でしたね、すごく落ち着いて、一度リンドまで下げます、骨から今瀬、そして今瀬がワンタッチで右のスペース、音泉クロスを上げていきます、姫野のシュートが決まりました。小山先制、見事にボレーで決めていきました。ポジションによって、ボールのポジションによって誰がディアゴンに入ってくるかっていうことですよね、はい、利き足と逆のサイドに両選手を置きましたね。そうですね、でディアゴナルに入ることが分かったことによって、はい、真渡選手は完全にフリーになるんですよね。このが抜ける、中に送る、真渡が走り込んできた、前半のうちに1点返しました。大宮で小野選手が溜めて、うまくこうグラウンダーのパス、真渡選手綺麗に左足でシュートしましたね、はい、サイドバックからこの位置に上がってきましたんで、少しオープンな展開になってきています。鎌田が1人かわす、そして右サイド森、トカチが打っていく、同点に追いつきました、ホーム福島。決して簡単ではありませんけれども、ゴールの右上絶妙なところに決め込んできました。やっぱり背後深さ取っていく、まあ、ここは使い分けようという意図は感じられますね、はい、ノッツだから宮崎反転、宮崎ミドル決まりました、2試合連続宮崎純馬、
あともう一つはこの軌道を見ていただきたいんですけど、はい、ストレートにギュッとこう伸びていく、コース狙って、これは本当彼今シーズンミドルシュートでゴール何本も決めてます。อย่าลืมไลค์และ Subscribe นะครับ Like Subscribe Push Notification Like Subscribe Push Notification